それで神聖探偵筆記の対策を練るにしてもこれからどうするつもりなんだ。ふむ、当ててみるがよい。解決の糸口は八重堂と関係しておる。あ、わかった。八重堂の名前と巫女の影響力を使ってみんなにこの本に書かれたおまじないの危険性を伝えるんだろ。ほう、まさかこんなにも早く。ハズレを言うとはの。